会長ムカキンです。皆さんこんにちは。今日のですね、深夜にねボル脱退しますみたいな、多分脱退すると思いますみたいなツイートしたんですけど、これは事実です。ネタ動画ではありません。まあアルファ D のちょっと体制をねいろいろ直していくと、やっぱりなんだろう、まあボルもストリーマーに力入れれてないし、でまあ発言とかもやっぱちょっとあやふやなところもあるし、ちょっとこのまま抱えておくとちょっと不安だなっていうのもあったんで、でまあちょっと隠し撮りでですね、あのこの後動画流すんですけど、まあ、昨日ボル呼び出したんで隠し撮りでですね、まあ、俺ボルのさ、いや本当裏はいいやつなんだよって言ってると思うんですけど、なんかそこに対してなんかまあ信じてもらえない人たちもいたんで、もう本当の隠し撮りで昨日撮ったんですよ。でそれボルに最後動画撮り終わった後に、あのこれ録音してたよって言ったら、流していいって言ったら流していいって言ってくれたんで、だからこの後流します。どういう経緯で脱退になったのか、はい、全部流れると思います。で俺はね、あの動画にも出てると思うんですけど、まあボルのことはむちゃくちゃ好きです。普通に好きです。むっちゃいいやつです。まあ基本メンバーみんな好きなんだけどね。だけどまあやっぱなんだろうな、まあ、お互いにさ、なんか好きだからこそ一緒にいとくと良くないものってあるじゃん。やっぱ経営ってそんな簡単じゃないし、組織運営って団体行動だからさ、うん、あの個人のプレイじゃないしっていうのとかも踏まえての、あの動画になってます。で戦国ゲーミングのね代表にも一応お伝えはさせてもらって、なんかまああのポップアップとかなんかそういうのは一緒にやれたらいいねとか、なんかそういう点ではボルトも話したりとかしてるんで、まあある程度気になるところとかもあると思うんですけど、まあアルファD大丈夫なのっていう心配ある人たちもいると思うんですけど、まあもちろんボル推しの人もいたりボルアンチの人もいたりとかして、アンチの意見は基本耳傾けようとは思わないんですけど、まああの組織全体でさ、なんかイメージが一気に悪くなる可能性とかもあるのを考慮したら正しい判断なのかなっていうのは思ってます。でどうだろう、まあ僕自身はボルとね普通に個人的な付き合いもするし、まあ、今後も一緒に何かね、あの動画とかも撮っていけたらっていうのは思ってて、本当の円満のお別れですね。まあ、お別れって言っても、ちょっとまあ特殊なジャンルで、また何かあのやる気になった時本人戻ってきてもいいよっていう話はしてるんで、まあそういうところとかで、あのなんかギクシャクなったっていうわけじゃないんでご安心ください。で、荒野部門はね、ストリーマーもね、何人か抜けてったりとかもすると思うんですけど、まあ組織の体制も変わってるけど、けどあの、アルファでは潰しません。はい。あの、仮に荒野部門なくなっても潰れないです。なぜなら僕がいるからですまああの一からやり直そうじゃないけどさ、なんだろうな、やっぱ仕事の関係でさ、やっぱお金払うから言われたことしてくださいって、ね、お金いらないからやりたいこと以外はやらないですっていうよりかは、ね、お金払うから言われたことやってくださいっていうやり方の方が多分組織的にはうまくいくから、そこはちゃんと綺麗にあの組織の体制一から、もうむしろゼロからですね、はい、なんか作っていけたらなっていうのは思ってます。まあ僕実写のチャンネルとかもあるんでね、そっち力入れてったりとかもするし、そんなに e スポーツの方に力は入れれないんですけど、まあやれるだけのことはやってみたいと思ってます。では、隠し撮り音声データご覧ください。はい、お座りください。昨日柴のポップアップ行ってた。今日っすか？昨日。あ、昨日っすか。あ、行きました行きました。昨日車から声かけたのに。はい、挨拶しましたよ。え、聞こえませんでした？うん、全員挨拶聞こえなかった。え？絶対窓閉めてたからです。いや、窓開けてたよ。マジっすか？みんな挨拶できないですから。いや、速攻気づいて、あ、お疲れ様ですって声出せたかったです。嘘、ちょっとやめちゃったね。ああ、まあ、これはもう知らないっす。これどうするよ。どうするストリーマーの契約じゃん。はい。なんか一緒に何かできるんだったらあれだけど、今一緒に何かしてることないから。で、企業案件なら普通に触れるでしょ。で、別に家に来る仲ならさ、アルファ D じゃなくても別にできるわけだ。で、はい、チェキがやりたいんだったら戦国との合同チェキのイベントもあるし、はい、だったらアルファ D に似てたらさ、ね、周りもみんな怖がるじゃん、やっぱ。え、周りでメンバーもそうだしさ、運営とかもなんかやらかすと、はい、でしょ。人間的にはお前は好かれるタイプなんだけど、やっぱちょっともったいないとこはあるよ。これはでもわかるでしょ。あ、はい。いやでも、まあ、どうしたいかで言ったら多分言っときたいんだけど、でも何？いや、まあ、でも俺抜けないって言ったんで。もちろん抜けないとかお前が言える側じゃないの。俺は抜けてもいいんじゃないのっていうのは思うんだけど。いや、ムカキンさんに言われたら、うん、まあ、絶対心配って
え？選択肢に入ってくるなと。いや俺もお前抜けるって言わないって言ってない、ね、自分からは、うん、だから俺自分からは絶対抜けたいとか抜けるって言わないようにしようって思った思ってる思ってるんだよ、うんうん、じゃあ俺もだから抜けては欲しくないけどいろんな事情的にそうなんだよ。例えば、はい、あのお前が仮にね希望するならでいいんだけど、はい、例えば今の期間ちょっと怖すぎるから抜けるじゃん。でここはもう俺とお前で認めての抜けるっていう状態にして、まあ、別に普通にこうやってプライベートであったりとかご飯行ったりとか別に俺は全然いいと思うのね、まあ、連絡取り合ったりとかで仕事も別に触れる分は振るしそこは別に今まで通りでいいんだけど、でチェキとかもいるし、ただそれでもお前がストリーマーに力入れたいってなった時に俺は戻ってくるって感じでもいいか。戻らすってことなかなかしてないんだけど、お前って多分1個のことしかやれないんだよ。で今やっぱゲーマーだからとかもセンスやっぱあるじゃん、はい、とかも考えたら俺はなんかそっちの方が普通だったら戻ってこれないけど戻れる条件で1年間はもう問題を起こしてない、もうこいつは安心だって思う時に戻してあげるでもいいかなっていうのを思ってて、多分そっちでもう 100% こいつは安心だでアルファでいてる方がお前のプラスにもなると思う。じゃあ今お前に誰か紹介してって言われても紹介しにくいでしょ。でも次にお前がアルファ2に入ることがあるんだったらその時ってのは俺はお前を 100% 信用してる時じゃん、はい、こういう時にならまだ紹介できると思う。別にあのお前更生しないとは思ってないから。でもこれの結局何が悪いかって発言が悪いかって言われたらもちろん発言も悪いんだけど、やっぱり誰かといる時とかなんか人前にいる時にやっぱちょっと調子乗っちゃう癖はあると思う。ねえ、やっぱ調子乗っちゃう癖があるから、この癖で何かやらかされたら正直たまったもんじゃないの。でお前が何かやらかしてスポンサー外れていったりとかして他の人にメンバーね迷惑かけてどうすんだよお前ってなるよりかは絶対にそっちの方がいいと思うんだよね。僕にとってはそっちの方がプラスでしょ。でお前が選手の活動をやめてストリーマーで本当にやっていきたいけどもう絶対問題発言しないっていう信用があったら俺はそろそろ戻すかって言って、今までは戻したりとかメンバーも全然してこなかったじゃん。ストリーマーで戻すなんてこと今までなかったけど、先に辞めるときにこういう話してるんだったら俺はありかなって思う。おかげのチームめちゃくちゃ嫌いじゃないですか、嫌いっていうか、よく思うじゃないですか。まあ、なんだ俺がチーム抜けられるのって別にチームに抜けた人が嫌いとかじゃなくて、結局その組織の中なんかね物芸とかやりだす人たちもいっぱいいるし、モチベがなくなった人たちもいると思うけど、俺はその環境でやってこれなかった人が新しい環境でやれると思えない、純粋に。でそれをみんなに言ってるんだけど、やっぱり環境を変えたい環境を変えたいって言って、その環境で最善の努力もしてないのに環境のせいばっかりするから俺はなんかやり方が気に食わないなっていうのは思う。例えば俺が高野で数字もずっと取ってて結果も残してきてさ、人気投票も俺1位の時期とか待ってて、そこまで行く結果があるから俺は実写行っても成功するって思って実写行って成功させてるじゃん。でもそうじゃない人たちがそこで最善で数字をナンバーワン取ったこともないような人たちがそれをやったところで、これをなんか組織のせいにされてるみたいで俺はなんか違うなと思う。で結局、まあ、こんなん言ったら本当失礼だけど、俺が言った通りのことにみんななってて数字も取れなくなって後悔してどうしようで今雇われてる人たちもいるし、今後も多分そうなっていく人たちがいっぱい見えると思う。お前の中でにも申し訳ないけど今は数字取れるかもしれないけど、もう絶対に後悔することになるの分かってる、ね、だっていなくならないでくださいお願いしますの人じゃなかった。そういう人になってたらどこ行っても多分成功すると思う。俺は経営者だから01を作れるし1から10も作れるからやりたいことやっても成功しやすいんだけど、他の人たちって言われたことの中でどう取り組むかっていうことしかできてなかった人たちだから成功はしにくいよ。だからなんかお前が本当にモチベが突き出すようになってから、でもう問題発言しなくなってから、もう俺はツイートもちゃんとするから、普通にツイートもするから、あのこいつはあのいずれは戻すよってこいつが希望であればって、だからそういう条件で一時的には切ってもいいかなっていうのは俺は思ってる。これはチームのためでもある。いや僕も動きもとしては、うん、
まずなんでこんな渋ってたかというと、うん、あ、もう僕がもう絶対自分から抜けない、抜けたいって言わない約束したのもありますし、うん、お迎えさんがそのチームに入れると出してもよく思ってないけど、ツイートとかは見てるんで、まあ、そういうのは僕前昔から知ってるんでっていうのが2つあったんですよ。でも、ぶっちゃけっすよ、うん、俺抜けた方がいいだろうなとは思ってたんですよ、最近ずっと、うん、それは、アルファディミーティングとかの他の運営陣の人、うん、の話聞いたりとか、うん、まあ、直接話すこともあるんで、その、うん、スギちゃんとかで、その話していくうちに、いや、これは多分俺いない方が絶対アルファディにとってメリットの方がでかいなって思ってたんで、うん、この数ヶ月間。けどみんな言ってんのは、お前は本当にいいやつなんだよ、マジで。いいやつなんだけど、ちょっとずれてるだけ、本当に。だから敵にはむちゃくちゃ嫌われるけど、てかお前が好きな人には余計好かれるようなタイプってのは思って、まあ一個のけじめになるかなってのは思ってるかな。でしょ。まあ多分荒野もそんな長く続かないし、お前がこうやね、辞める時が来るかもしれないし、もう選手を引退してストリーマーになるってなった時にお前が話しに来たりとか、ここ来てもいいし、そうなったら俺はいろいろこのそれまでの発言とかもちゃんと見て戻ってもいいかなって判断もできるかもしれないしっていう条件なら、お互いプラスかなって思ったんだけど、まあ、僕は正直もう課金さんがすぐです。うん、お前は忠誠心はないよ。いや、忠誠心だから、いや、マキンさん、いや、でも実際、アルファリーって、信用できるというか、この人を言うことは、まあ、合ってるだろうなって思うのは、マキンさんしかないんだよ。でも、そう思わさせたのはさ、俺の行動と実績だと思うんだよね、はい、結局。まあ、俺がお前に語ってて、お前は俺のこと信用するかもしれないけど、俺は何で語るかって言ったら実績で語ってんの。実績で俺は語って、自分自身の信用をお前に喋ってるっていうだけの話だから、俺は別に嘘もつかないしマイナスなこともしないしってのも考えたのね。けど、あの、別にお前はもう普通に、なんだろう、メンバーじゃないけどメンバーのようには使うから、まあ、こんなこと直接聞くのもあれなんですけど、うん、FD さん、俺のこと嫌いじゃないっすよ。嫌いじゃないよ。だから旅行も行ってもいいと思ってるの、純粋に。だって嫌いだったらもう一瞬で切るよ。確かに。いや、いいやつなのはみんなも言ってるって言うけど、俺も思ってるし、こんな直接喋ったら素直なのも分かるし、いや、可愛がりたいし、多分伸びしろもあるんだよ。ただ、やっぱ一個に集中した方がいいと思う。で、俺もここでパッて決めたのが、お前もやっぱ、あの、公園の契約とかも切った方がいいって、あの、お前俺に50万くれるって言ってるよね。あの50万いらないから、違約金払い、それで。そうなったら、もともとなくなる予定だったものが、なくなるだけで別に痛くないでしょ。じゃあね、俺はお前のこと金って思ったこともないし、お前で金稼ごうとも思ったことないから、じゃあ別にご飯も誘ったら行くし、直接家来るんだったら時間空けるし、動画こういうの撮れっていうのもやらせるかもしれないし、ただマイナスになってほしくないから、今の状態だったら、俺もお前もマイナスになっちゃう。そうならないいい関係値のままでいりたいから、だからアルファディ向けた方がいいんじゃないっていうだけの話で、こんなマイナスな話じゃない。これで縁切ります、さようならですってわけじゃないから。分かった？分かりました。これいつぐらいなんですか？もう明日発表でしょ。分かりました。でも、あの、合同の今戦国も話してあげるから、アルファ D じゃないお前なんか特に扱いやすいの。お前がどんな発言しようが俺からしたら痛くないから、お前もネタに動画もいっぱい作れるし。あの、お前も心の中で本当に、あの、真剣に俺に嫌われたって思わなくていいよ。俺は嫌いな人にも嫌いって言うし、こうやって時間使って喋ろうとも思わないし、いずれはお前がこうや辞めて職場がなかったら、持ち名で影響力もない活動になったら、いずれは雇ってあげたいと思うし、お前の職場はなかった、希望したらっていう環境も用意しておきたいから。お前って公でね、いてるからこういった問題起こるわけで、別に個人だったら別にお前みたいな、ね、やつ世の中にいくらでもいるから。ただ有名になるべきじゃない人が有名になっちゃった事例のナンバーワンだと思う。はい、そう、そう思います。強さっていう武器で知名度影響力を得て、
持っちゃいけなかったですね。でもまあエンタメ性はね、あったから、多分地頭はいいんだよ、地頭いいんだけど、やっぱりそのマイナス要素もでかすぎただけ。まあ短所でもあり長所でもありってかな、俺が思ったのは。で別に飯とか普通に誘うよ、焼肉とかで。まあお前が来ないかもしれないけど。お前はちょっとなかったっけ。じゃあ友達でした。ああ、でもお前の中の大切な人に俺は入ってるんだろうけど、お前はやっぱ浮気症じゃないけどさ。いや違う、あの一個のことに集中できないんだよ。その選手とストリームは多分お前の中ではどっちもやりたいんだけど、一個しか集中できないのと一緒で、例えば俺のことはあのお前も好きなのは分かるんだよね、俺も。だけどやっぱ甘えちゃう部分があるっていうか、これ連絡しとくべきだったなっていうことを連絡忘れちゃったり、今いいかなっていうので今の自分を優先しちゃったりして、それはあります。うん、これがお前のまあ悪い癖だとは思うね。はい、けど俺はお前のいいとこの方が知ってるから。わかりましたって感じかな。壊せ、概念をぶち壊せ、壊せ、世界をぶち開け、眠っちまった感情を今解き放てばいい。潰せ、何一つ残さず潰せ、全てバイトで朽ちまった感覚はまた狂わせればいい。